これが鬼滅小学校のお祭りか。かなおちゃんすごいね。人がいっぱい。でも楽しみ。迷子にならないように手をつなごう。あれはたい焼き屋さんだ。あっちはリンゴ飴。かなおちゃん何食べる？じゃあリンゴ飴食べたいな。わかった、行こうか。わっ、痛い。まあどこ見て歩いてるのよ。梅ちゃんごめんよ。ふん。どうしたら許してくれるかな。ねえ、今からどこに行こうとしてたの？え、かなおちゃんと二人でどこに行こうとしていたのって聞いてるの。梅ちゃん、あのね、炭治郎くんとね、リンゴ飴食べようって話しててね。リンゴ飴？うん、もしよかったら梅ちゃんも一緒に来る？リンゴ飴なんて子供っぽい。え？私そんな子供じゃなくて大人のレディーなんだもん。レディーって何？そんなことも知らないの？もういいもん、私行くから。梅ちゃんって言っちゃった。梅ちゃん、お母さんたちの仕事でちょっと前まで海の向こうの国にいたんだよね。あ、そういえばそうだね。もしかしてその国の言葉なのかな。うん、そうかも。でももうどこかに行っちゃったし仕方ない。かなおちゃん、二人でリンゴ飴食べに行こう。うわあ、虹色の綿飴はどこにあるんだ。伊之助くん、うるさいよ。せっかく上級生のお姉ちゃんたちがステージで歌ってるのに聞こえないじゃないか。みつこちゃん、虹色の綿飴はどこで見たんだ。もう俺の話を聞いてよ。あはは、ね、あっちの屋台で売ってたよ。早く食べてみたいです。伊之助くんは今日も元気だ。結局みんなと合流したね。うん、でもみんなとお祭り回る方が楽しいね。そうだね。それにねずこが言っていた虹色の綿飴も気になるし。よし、みんなで虹色の綿飴を食べに行こう。うわぁ、すっごく並んでいる。さっきまではこんなに並んでなかったのに。そんなの関係ない、俺様が一番だ。こら、ダメだぞ伊之助くん。あ、おい話せ。順番はちゃんと守らないとダメですよ。そうだよ伊之助くん、私たちもう1年生なんだから並べるもんね。仕方ないな。それにしてもすっごく長いね。そうだね、でもそれだけ美味しいってことだよ。早く食べたい、美味しそう。俺も早く食べたいな。よし、みんなでちゃんと順番守って待とう。やっと順番が来た。お兄ちゃん、早く注文しようよ。うん、綿飴を。私も食べる。うん、梅ちゃん。ああ、順番抜かしたらダメなんだぞ、知らないのか。別にいいじゃん、炭治郎くんが並んでたんだから。ダメったらダメです。みんな一番後ろから並んでたんですから。梅ちゃん、みんな順番守ってるんだから梅ちゃんも順番守ろうよ。あ、なんでみんなそんなこと言うの。私のこと嫌いなのね。へへ、違うよ、みんな梅ちゃんのこと嫌いじゃない。だけどね、順番は。もういいもん、みんな大嫌い。あ、また行っちゃった。でもこれは仕方ないからね。そうだよ、だって俺たち頑張って並んだのに横から入るなんてずるいもん。まあまあ善逸くん、落ち着いて。それよりもかなおちゃん、せっかく綿飴も買えたんだし一緒に食べよう。うん、いただきます。甘くて美味しい。
ふわふわしてて、お空の雲を食べてるみたい。そうだね。ん？あれ、梅ちゃん？どうかしたの？ん？あ、私、炭治郎くんと同じの食べたかったの。え、俺と一緒の？うん、だからそれ、一口ちょうだい。もう、梅ちゃん、それなら最初からそう言ってよ。だって、そんなの恥ずかしくて言えないもん。炭治郎くんの綿飴を、梅ちゃんが…私の顔に何かついてる？なんでもないよ。はあ、もしかして私が炭治郎くんの綿飴食べたの嫌だったのかな。ふっふっふ。梅ちゃん、そんなんじゃ。へへ、かなおちゃん積極的に行かなきゃダメじゃない。だって人のものを取るなんて。まあまあ、二人とも喧嘩はダメだよ。喧嘩じゃないもん。だって梅ちゃんが。もう、梅ちゃん一緒に並んであげるから行こう。え、かなおちゃん、梅ちゃんは転校してきたばかりで心細いみたいなんだ。だから俺が一緒に並んであげるね。炭治郎くん、やっぱりとっても優しいんだね。でもそうだよね、梅ちゃんも寂しかったんだよね。だから少しだけ待っててくれる？うん、大丈夫だよ。私、炭治郎くんたちが戻ってくるまでみんなと待ってるね。ありがとう、かなおちゃん。仕方ないから、一緒に並んであげる。じゃあ行ってくるね。あ、戻ってきたよ。おかえり、梅ちゃん。綿飴変えた？うん、変えた。みんな、さっきはごめんなさい。もう順番を守ることの大切さを学んだから、これで梅ちゃんも立派な鬼滅小学校の1年生です。俺様でもちゃんと順番守れるぜ。わあ、お兄ちゃんが迎えに来たから、私行くね。炭治郎くん、ありがとう。私、炭治郎くんのこと好き。え、だからライク。いや、じゃあまたね。え、うん、気をつけてね。またね。かなおちゃん、うん、梅ちゃんと炭治郎くんがまた仲良く。かなおちゃん。え、あ、ごめん、ぼーっとしてて。そっか。ねね、あっちに射的があるよ、一緒に行こうよ。え、でもみんなはって、あれ、ねずこは善逸くんと、あおいちゃんは猪之助くんと言ったから、俺たちは二人で回ろうよ。うん、迷子にならないようにまた手をつなごう。ありがとう。それじゃ出発。